さあ最後のコース。残機は33か。これだけあれば安定期じゃない。あ、もうだからフラグ発言やめなさいっていつも言ってるでしょ。ま、なんとか油断せずにやってみるよ。さてやっていこう。あら、よかったじゃないユースキンで。うん、しかもスピランじゃないからゆっくり考えていけるね。ああ。でもなんかちょっと難しそうなコースだぞ。うん、このハテナブロックは？ああ、プロペラキノコじゃん。うん？取り損ねちゃった。まさか取れなかったら罪？そうみたい、このブロックを壊さなきゃいけないしね。これ取るの難しくない？そうだね、叩いたらすぐに取らなきゃ。ああ、せっかく取ったのにダメージ食らっちゃった。もったいないわね。一応まだデカマリオだからブロックは壊せるか。しょうがないね。一応コースを把握するために先に進もう。こういう感じで。ここでプロペラがいるのか。今度は食らわないように高めにと。よっしゃ、行ったぞ。降りるときは注意ね。プロペラ状態だと若干挙動が変わるからな。大丈夫、こんな感じで慎重に行けば。やぶね。大丈夫、計算済みだよ。何やってんだよ。あはは。くるっとしようと思ったらそういえばプロペラ状態でした。こういうやり方でもいけるんじゃないかな。おお、うまい。よし、ようやく先に進めそうだ。って届かない。壁キックしろよ。プロペラ使ってるからできないんだって。どうすればいいの？プロペラを使うタイミングを若干遅らせればいいかな。できれば右のちくわブロックに乗って。ほい。おお、今度は成功。ふう。ここまでで13機も使っちゃったよ。ここは、ダメージを食らわないと先に進めない？ちょっと、あんたゴリ押しして進もうとしてるでしょ。さすがにダメだったっぽいけどな。あはは。それより次はボム兵乗り継ぎか。って失敗してんじゃん。これは、ボム兵が真ん中に来た時ぐらいにタイミングを合わせる感じで。ほい。よし、行ったぞ。おお、ボム兵がブロックを壊して砲台が沈んでいくんだぜ。右に蹴ってなきゃ積んでたってわけね。よし、順調に先に進めてるぞ。問題は残機だけどな。コースが長くなければいいけど。それよりこのテレサは？これは簡単、普通にジャンプで抜けられるね。いい感じね。そろそろ中間地点が欲しいところだけど。そうだね。ここを抜けたぐらいであるかな。これは上に登っていく感じか。ドッスンも降ってきたし慎重にね。大丈夫。なるほど、上の土管に入るのか。ドッスンに運んでもらったら簡単に行けるかな。ちょっと怖いけど。あーっと砲弾に当たっちゃったか。よし、上のキノコの足場で待機しよう。今です。よし、入れた。おー、来たぞ、中間地点。ふう、長いな、このコース。今度はパタメットが出てきたわね。これは、乗り継ぎながら進んでいく感じ？残機がかなり少なくなってるからボンミスはしたくないわね。うん。よし、ここで待機してまた乗るんだね。乗りっぱなしだとずっと上がっていくからな。ジャンプしつつ高さ調整をしなきゃね。さあ、今度はパックンを登っていくのね。ふう。慎重に進むよ。いつもだったらパパッと行くところだけどね。さすがにこの残機だとそういうわけにもいかないね。さてと、ここ降りていくのか。あれ？この下ってどうなってたっけ？ゆっくり降りていけば大丈夫？ダメだ、まだパタメットがいるみたい。なるほどな。さっきは時間をかけちまったからな。今度は素早く行こう。よし、ここでスッと飛び降りれば。よっしゃ、合流。これでそこの間をくぐっていけるのね。ああ、ちょうどど真ん中だし高さは完璧だな。僕の性格と一緒だね。どこの誰が完璧なのよ。さあ、それよりここは？あれ、ここって。もしかしてスタート地点？そうか、今度はこの P スイッチでこっちの左ルートから行くのか。なるほど、そしてトゲゾウを足場に利用するのか。ちょっと待てよ、これは2枚コインを残しておいてブロックに戻した方がいいんじゃないかな。ほらね。おお、確かにいい判断だな。こうしてなかったら先に進めてなかったわね。ここは結構辛い道。ああ、もっと慎重に行けばよかった。まあ、ファイアーバーが迫ってくるし焦る気持ちはわかるけど。大丈夫、コツは大体掴んだから。おお、突破した。そろそろゴールがあってもいいわよね。あれ、レッテよだ。これは、こういうことか。マジかよ。すごい、よくわかったわね。
バハハ、でっていうの乗り捨ては慣れてるから。なんかその表現すごくかわいそうに思えてくるぞ。で、今度は土管からメットが2つ降ってきてるが、これは、こんな感じ？うん、今のは練習。なんかメットが出てこなくなっちゃった。まあいっか、行ってみよう。ちょっとこの後はどうすればいいんだ？やっぱりメットは2ついるみたいね。ちょっとさ、やり方違うけどやってみてもいい？どんな感じだ？ま、やり方はさっきと似てるんだけど。ここでかぶる。それってもしかしてゴリニャンじゃねえか。よっしゃー、うまいこと言ったぞ。さあ、もうゴールでいいよね。残念だけどまだ続くみたい。今度はバネか。どこで使うのかな？まさかここじゃないよな。ここだったら壁キックでいけるじゃん。バネ持ち壁キックで持っていくのかな？どうやらそうみたい。この砲台から何が出てくるのか。ボム兵だったわね。ふう、またボム兵乗り継ぎか。よし、ここは自分のタイミングで。ここだ。なんだよこのドスン。そして物語はついに。幕切れとなるのでありました。クソー、このコース絶対リベンジしてやるからな。